サイキクソの災難、妄想暴走、なんだっけ、サイキックバトル、というわけで今回もやっていこうと思うよ。イベントを進めようと思ったらちょっと無理なので、普通にシェッとストーリーを進めていくよ。ちょっと前のストーリーを S ランククリアとかしてた。さあ今回は18から20までやっていこう。キャラのレベル上げもしないと多分進まない。進めていこう。しかしイベントのあの物量はどうしたらいいんだろう。正直無理じゃね。サボりたかったのにな。よっしゃ、ミコちゃんに考えるとかく出撃していいよ。燃える、ハイダーマン2号出撃。お前だよ。その女子に倒せない。スキルが高い。あれ、最強を呼ぶまなく終わってしまった。やったぜ、サイダーマンレベルアップ。やったぜ、再起レベルアップ。一回も使ってない気がする。どうしたものだろう、全然再起を使ってない。一回ぐらいクソダンサコーデの再起でも使ってみよう。サボりたかったのにな。387で粘ってみよう。出撃したい。右上の進むに注目。サボりたかったのにな。とっとと終わらせ。やばだな、山田だよ。攻撃速度めっちゃ速い。山田だよ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 。もうあいつつけない。山田だよ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 。ストーリーは余裕なのに。なかなかだ。ストーリーは余裕なのにイベントがきつい。やったぜ、レベルアップ、レベルアップ。さあボスじゃない。世界の終焉、ラグナロク。その予兆に向け近々世界に大きな動きがある。まあ時が来たら最近にも教えるつもりだったが、そのラグナロク起こして差し上げようか。今はその最近もこいつらダーク流入に滅殺されている可能性がない。いっそ滅殺してくれ。そうすれば家でもコーヒーゼリーを堪能できる。なにっこ、コーヒーゼリーだと。というかこいつもしや本物の最期か。この緊迫した状況下でもこのマイペースさ。そうですか、何か本当に本当に最期なのか。よかった、お前にまた会えて。なあ最期、ラストバトルの前にもう一度我々の故郷に帰還しないか。もはや忘却の故郷かもしれないが、あれは紛れもなく我々の帰るべき場所だからな。え、まさか予想外な展開？帰れるのか？いや、だがしかし惑わされるな、弱気になるな、帰って、シュンと、シュンカイト。来たる終焉の時、ラグナロクに備え、クライシスから立ち上がるソルジャーとして。ソルジャー、クラスファーストの。そしてその先へ人類を導くために、それがこの異世界に召喚されたバーガー使命。いや、孫をことなき宿命なんだ。もう帰っていいかな。はい、帰れない、決定。やはりこのブラックビートの力をついに解放するしかないか。サイキ、お前のその力試させてもらうぜ。はあ、やはりミスター K は信用できないな。ゲーム的にまだ全然帰れるわけないじゃん的。さあどうしたもんだろう。サボりたかったのにな。とりあえずバリバリレベル上げよう。出撃したい。よっしゃ、いいよ。ミコちゃん完全復活。改造人間最大の人出撃。おやろ、受けるよ。おやろ、受けるよ。
スキルを使っていなくてガンガン使っていく。あれまだスパイダーマンがしれっと。もうスパイダーマンだけでいればいいんじゃないかな。はあはあ、くやはり一筋縄ではいかないか。ふん、それでこそ我が同胞真の盟友だ。信じて挑んだ甲斐があったぞ。何言ってんだこいつ。一時ものすごく疑われたけどな。てか敵視して向かってきたよね。お前と出会ったおかげで俺は力を解放することができた。それはよかったな。僕の方は閉塞感しかないが。そしてこうしてまた一緒に肩を並べ。もう読むのだるいわ。だるいよこの中二病。わかったわかった。なんかすげえ感じで多いしめんどくさいから読まない読まないもう。止まらないな中二病。なあシュン、頼むから帰り方を教えてくれ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。もうなんかカイドウの間に疲れる。それではまた。